どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回はお知らせです。このガズのわがままウクレレ、こちらのウクレレのクラウドファンディング、今開催中でございます。本当何回も言うようですけど、これ本当に皆さんのご支持をいただきまして、開始直後に目標金額達成して、一応プロジェクト成立してるんですけど、あと1週間でこのクラウドファンディング終わります。で、最後のご案内というか、まだもうちょっとしっかりご紹介できてないものがありますので、何かのご参考になればと思って、今日お伝えしようと思うんですけど、それはですね、このウクレレってベトナムで作られております。で、私もですね、この関係でもう2回ベトナムホーチミンに行ってきたんですけど、ホーチミンを皆さん体験していただいて、しかもそれホーチミンにいるね、このウクレレを監修して作ってるモジャ川上氏といろいろ話し合って、セミオーダーのウクレレをオーダーして、あと向こうでなんかいろいろやろうっていう返礼品があるんです。そのご案内をちょっとさせてください。で、さっき、私のブログにその詳細を上げたんで、それを見ながらちょっと今、ご案内しようと思います。まずですね、あと1週間ですよ、クラウドファンディングでね。まず最初にお伝えしたいのはですね、飛行機代、ホテル代など日常のお金をですね、ご支援者さんのご負担で、お願いするということがちょっとお願いしたくてですね、これはですね、こっちで全部パッケージしてホテルとか全部抑えようと思ったんですけど、旅行法っていう法律がありましてできないんですよ。で、要はなんでできないかというと、決まった人じゃないとそれが組めないということで、クラウドファンディングではちょっとそれは難しいっていうふうになりましてですね、じゃあどうしようかということで、現地集合、現地解散に、それだったらね、行けるということで、で、向こうではホーチミンのもうすごいところいろいろご案内したり、ガズンがもう濃厚マンツーマンレッスンしたりとかありますから、ちょっとそれをお伝えしますね。まずですね、ホーチミンの空港、正式名称はね、ベトナムタンソンニャット国際空港っていう空港なんですよね。そこまで迎えに行きます。で、終わったらそこまで送っていきます。ここからね、もうご安心くださいね。それでね、ここにも書いて、航空機、ホテルの手配はご支援者様自身でお願いいたしますと。でね、パスポートいりますよということで、ご用意ください、ご自分でね。で、まず、大まかにね、4つです。空港まで迎え行く、送り、送迎ね。あと2、ウクレレを弾きながら、もう、レストランを抑えますから。レストランを抑えます。そこで、飯食って、まあ、一杯やりながら、こう、じゃんじゃん、ずっと一晩中ウクレレを弾こうと。ベトナムでですよ。あとは、マンツーマンレッスン濃厚にやるということもそのプランに入ってます。あとはですね、 G ラボ見学です。このウクレレが作り出されてる、生み出されてる、そのモジャ君の工房で、まあね、皆さんこのセミオーダーをするというこのプロジェクトですから、これは話し合いながら進めていくということで。そしてですね、ホテルはですね、いっぱいあるんですけど、私がいつもガズさん泊まってるレックスホテルっていうね、5つ星ホテルですよ。この写真見てドン、超高級ホテルじゃないですか。なんですけど、2人で泊まったら1泊7000円です、1人。そのね、物価の安さも魅力ですからね、1つの。ここはおすすめしてます。で、これはね、何がいいかっていうと、5つ星ホテルでしょ。あと、お値打ちなんですよ、やっぱり。あと、部屋、1部屋がめっちゃ広いです。もうね、50平米か60平米ぐらい余裕だと思いますね。あと、街のすっごい中心部で立地がいいので、どこ行くにも歩きでもね、あちこち行けます。で、観光客がいっぱい行くところなんて、もういろんなお店が、もう飲食もお土産屋さんとか、もうね、ブランドショップとかいっぱいあるところで、もうすっかりここはもう場所はもう最高のところです。あとね、私がこれご利用したいです。朝食、レックスホテル、ほんとうまいです。もうね、ベトナム料理はもうそこでもうゲットしてください。朝飯がもう最高です。なんで、レックスホテルをおすすめしてますけど、もちろん他のホテル、いろいろご案内というか相談できますからね、聞いてくださいということです。で、次、レストラン、いろいろ行きます。今、予定に入ってるのは、テンプルクラブ。これ、ベトナムで有名で、なんと、ブラピとかアンジェリーナ・ジョリーも、ベトナムに来たらそこに行くってとこあるんです。これは結構有名です。もうハリウッド俳優がいつも行くっていうところで、私も一回行きましたけど、まあ、そんなラグジュアリーで、こんな感じ。ここでもう、なんとウクレレ弾こうぜっていう夜がありますからね。こんなとこでさ、まあ、嬉しいことです。あとはですね、フォーピースイズ。おしゃれな日本人オーナーのイタリアンピザが美味しい店。ここは本当日本人街にあるところで、私も行ったんですけど、絶品イタリアンでした。あとはですね、ベンドロスコ。世界のピザコンテストでも賞を取ったことがイタリアンの名店。こちらの店は私前回行ったんですけど、もう欧米人の方めっちゃいましたね。もうそんな感じです。欧米人の方がいっぱい行くところ。あと、プロパガンダカフェ。これはね、うまい。バインミー。あ
あります。こういうところってご飯ボリボリ食いましょう。はい、で最後はね、 G ラボ川上くん、はい、もじゃ川上くん、この方の、まあ、自宅兼工房に行ってウクレレをこうどうするかいろいろ話し合って、でいろんなそのセミオーダーのウクレレを完成させていこうと、そういう濃厚なプランになっております。ねえ、まあそのちょっと解説をね、なかなかしようと思ってもう1週間前になっちゃったんで、まあ恐縮なんですけど、まあもしあの私と一緒にベトナムに行って、楽しみませんかってやつですよね。本当にベトナムは私過去2回行きましたけども、本当にもう人生変わるぐらい面白かったです。もうね、本当にいろんな、行かないとわからないかな。あとあのバイクの海を車でこう縫っていくみたいなとか、もう本当すごいエンターテインメントですよ、あそこは。はい、そんなの一緒にね、まあ、行けたらいいなと思います。もしあのご興味ある方ぜひご検討ください。あと他にも、日本ですけどね、ガズさんのマンツーマンレッスン付きウクレレとかまだちょっと残ってますから、まああの最後ちょっともう一回クラウドファンディングのページをご覧になってください。ガズレレドットコムの一番最初のところにシェア、あのリンクがかかってますんで、ぜひご覧いただければと思います。で、あのこのウクレレですけれども、今一生懸命その最後の調整して、もう今そろそろ日本に送る手はずを整えているところですね。ご支援いただいた方、もう少しお待ちください。ありがとうございます。じゃあ今回はちょっとベトナム関係のご案内でした。ありがとうございます。ではこれからもガズレレ YouTube チャンネルよろしくお願いします。さよなら、バイバイ、またね。